ゆるチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのはちょうどウルトラマン5の方から、こちらのウルトラマンダイナですね。今日はこちらの方を見ていただきたいと思っています。ウルトラマンダイナのフラッシュタイプでございます。こちらがガムを除いた中身の状態です。まずクリアパーツのマスクの方ですね。こちらがマスクになります。で、腕のパーツは、右左3種の6つ入ってますね。で、あとはボディです。いつものように、前面背面は全く無色ですけど、前面の方はしっかりと塗装がされてます。ただ下から見ていきましょう。組み立てた状態のダイナでございます。こんな感じになります。せっかくですからクリアパーツをよく見るために光を当ててみてみます。ほんとね、これも皆さんやってみてください。光を当てると結構目が光ってる感じで見えますよ。こんな感じでね、カラータイマーも結構いい当たり方してるな。こんな感じで、目の光具合がすごく綺麗に見えます。拡張セットを使ったソルジェント光線の構えですね。ここまで来る、ここまでがいいかな。先端がね、一応なんかこれから当たるぞっていう瞬間のエフェクトになってますので、これがすごくいいショットになりますね。こちらのツールを使ってですね、ウルトラマンらしく空を飛んでる姿を、やってみました。こんな感じになります。どうでしょうか、見ていただいて。目が光った感じで空を飛んでるのが結構かっこよく見えますね。一応飛んでるような空気を出すため今画面を少し動かしながらやってます。こうするとなかなかいいかもしれません。皆さんもぜひこういうのをやってみてください。なかなかかっこよくていいもんですよ。今回は以上でございます。